から手伝えよな。男が二人だけになっちまったからな、さすがの俺も頑張らなきゃって思ったわけよ。あんな危険人物、数年前。まずいな、早くみんなと合流しないと。しぶといのはあちらも同じようです。糸にはこんな使い方もあるってこと。そして俺はカッションや糸の使い方なんて店にある漫画にいっぱい書いてあるのさ。のかだ団体さんはちょっとご遠慮。さすがだぜ、みんながやべえってのにのんびり観戦してるつもり。やっぱりダメだ、味方の女の子見殺しにはできねえや。俺はさ、自分のポジション考えて正面切った戦いは極力避けてんだ。でもいざガチで戦うとなりゃとことんやるぜ。二人まとめてかかってきな。さすがにバッおっさんはお呼びじゃねえんだ。こういうモテ方は勘弁してほしいぜ。そうでもねえさ。いや一発だ。俺の目的はもう達成され、そんな勢いで突っ込んできて。体がどんだけ強かろうが関係ねえ。クロステールが胸に突き刺さった。ここら辺は鍛えようがないよな。おお、やっでもすればナイフも一緒に帰ってくるってことだな。空間を操るテーグ。さあ全員武器を捨てな。シュラ、あんたにはいろいろ聞きたいことがある。何者だろうとこの怪談師を断ち切ることはできない。たとえそれ。よう